はい、ヘイサバです。ということで、今日もマリオカートツアーやっていきましょう。もう新しいツアーが始まったばっかりなんでね、まだめちゃくちゃ、みんなで走る、マルチのね、星があるんですよ。なので、手に入れなければいけない。よし、レッツゴー、行ってみよう。とはいえ、どうなんだろうな。今日は勝てるかな。割となんかこう、自信なさげな感じでいたりもする。よし。今日も、愛車ピンク兵法で行くぜ。うわ、出た。メタリックなやつ。俺が逃したメタリックなやつ、羨ましい。スタート!この忍者な感じの面超苦手なんだけど。お、マジなんかさ、人が降ってくんだよねこの面。おお、しかも逆パターンね。おお、怖い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 。なんか赤コーラ降ってきた。よっそー、何あれ、俺の目の前をなんか通過するとともに、何これ、お、怖っ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 、心霊現象起こってる。いたすごい絶妙なタイミングでなんかぶっ放してきたやついた。こんな悲劇あるの。いや、なんかさ、閉鎖場あれ、みんなでやってるとさ、悲劇に見舞われること多いよね。8位になった挙句の果てにキラーにやられるとかさ。ほんと怖いわ、この業界。死ね!追いつけんのこれ。さっきバナナ置いてたやつ、あれか、同胞か。同胞あいつたまに置いてくからな。あー、やられたー、やられたー。いや、絶対あれ途中バナナ置いてったの、あの同胞だよ。同胞がなんかフュンっつってなんか消えるとバナナ置いてく時あるからな。なんて悪質な同胞なんだ。兵法同士仲良くやろうぜ。やっぱこの面むずいね、マジで。いや、もう半気でむずいわ。なんていう適性の低さ。半端じゃねえ適性の低さを見せているぜ。よし、ということでやっていこう。ここで。やっぱね、こう前回のツアーですげえ思い知ったけどね、適性が低いってことはもうマリオカートにおいてもう罪なのよね、結局のところ。まあ、上手い下手は当然あるんだけど、上手い下手以上に何かもう適性によってさ、開く差がでかすぎる。いいよってつか、短くね、このコース。一瞬で終わったぜ。あー、しかも全然ポイントつかないじゃん。一応さ、このお、なんか飛ばしてきてるやついる。あいつか、あいつ。うそー、やっちまった、やっちまった、あ、やっちまった。しかも武装1個取れた。よし、なんとか1位死守だけど、ひでえポイントだな、5000とか。ひでえポイントだぜ。ま、しょうがないんだけど。いやー、しかし、アクションポイントが足りないときついね。よし、今のところ暫定1位だ。うわー、やっぱだよねー。あと800か。もうちょっと走り込む必要があるな。
ポイントが全然分かってない。せて誰にしようかな。たまに紳士で行ってみようか。紳士で、まあ、いずれみんな適性低いから変わんねえな。よし、お、マリオかぶりした。しかも和服マリオ。こうグラインドで多分ちょっとでも長くやりの、あ、ここどうやってつなぐんだろう。あ、今間にあれか、間にあのミニターボを挟んでコインでつないでいくんだ、きっと。そのためには1位を、おお、そしてあのコーンの使い方もむずいよね、このコース。そしてもうコースが、うっそ、いけそう。うわー、すっごい、なんかもう皆さんが嫌がらせかのようにどんどんとなんか仕掛けてくるんだけど、キラーとか来て。なんでこういう時に限ってキノコのみ。うーわ、そんなにさ、そんなにもう貶める必要ある、この人たち。やっぱりもうさ、あの紳士マリオはスカンようだ。なんか前回紳士マリオで走った時もなんかこんな目にあった気がするんだよな。うわー、ということでですね、今回はまさかの大差をつけられて敗北ということになってしまいました。マジか。うお、しかも信じられない2100って、びっくりした、初めて見たこんな数字。いやー、ということでですね、なかなかまあうまくいかないこともあるもんですな、ということでですね、うん、これでもしかしてあと1個のルビー埋まったんじゃない？あ、なんだ、星かー、星かー、星じゃないんだな俺、欲しいの星じゃなくて残り1個のルビーが欲しかったのに。でもなんかめっちゃ溜まっていくんだけど。これ逆にあれじゃない？あー、あと星9個やったわ。なるほど。ということでですね、明日の動画は10連ガチャはもうお送りできるかと思います。ということでですね、いやいや、まだまだ精進が必要だな、ということでですね、また頑張って練習したいと思いますよ。それではまた。